英文の記事を読んでましたら、フィッシングインダストリーという言葉がありました。このフィッシングインダストリー、何を示してるかわかりますか？最初に私がひらめいたフィッシングインダストリー、ダイワとかシマノのような釣り具メーカーのことなのかな。でも違うみたいです。フィッシングインダストリーとは水産業のことみたいですね。日本語でフィッシングというとスポーツとかレジャーという意味合いが強いんですよね。また釣りという言葉もレジャー色強いですね。辞書を引くと日本語と英語をほぼ1対1で結びつけられてます。ただ短絡的に考えると意味不明な結果になります。昔オレンジをみかんと訳した生徒がバカにされてましたね。これも同じ柑橘系でもオレンジとみかん違うみたいですね。だから英語でオレンジと書いてあってそれをみかんと訳すのはおかしいみたいです。他にもキッチンも難しいですね。キッチンにもいろいろな意味があるんですよね。業務用と家庭用みたいな、そんな感じです。台所と訳すとちょっと古めな家庭の調理場、キッチンというと新しい家庭風、厨房というと完全に業務用ですね。こう考えると言葉って難しいけど何か面白いところありますね。